小ザロ公式グッズが狂っている。グッズの供給が多いボチザロック、中でも先日公式から出された後藤ひとりフィギュア体育祭妄想バージョンはアニメ放送時に映った例のシーンを再現した激ヤバな商品で、ファンからも大好評でした。また放送時に後ろにいた埴輪も同時にグッズ化されており、いやそこ商品化するんかい、公式が狂っているとファンも驚いています。ちなみに海外人気の中にはすでに再現したフィギュアを作った方もいたようです。ボッチちゃんのイカレグッズシリーズはどこまで増えていくのでしょうか。ご覧のスポンサーです。